皆さんこんこにちは佐佐藤藤大輔ですすのラジオ第回よろししくお願いします、はい、本日、まあ、2本目になりますが今回は明治安田生命 J1 リーグ第19節名古屋グランパス対湘南ベルマーレの一戦について展望を話していきたいと思います。試合は明日7月2日土曜日19時レモンガススタジアム平塚で行われます。 はいで対戦相手、湘南ベルマーレなんですが、ここまで18戦、リーグ戦を戦って、5勝9敗、4分け、勝ち点19ということで、現在、順位としては入れ替え戦となってしまう16位ということですね、まあ、ここまでなかなか難しいシーズンを送ってきているという状況かと思います。まあ、とはいえ グランパスとの勝ち点差はわずかに2、グランパスが勝ち点21ですから、勝ち点差はわずかに2というところで、湘南からすれば、明日の試合で勝利をすることができれば、少なくともグランパスは上回ることができるということで、順位も上がっていくということですね。まあそう考えると、改めてグランパスもかなり危険な状況であるということは再認識させられるというところではあります。 で湘南、まあ、先ほど言った通りここまでなかなか苦しいシーズンを送ってはいるんですがリーグ戦直近の5試合成績を見ると4勝1敗ということでかなり大きく勝ち点を伸ばしているでやっぱり4つ勝てているというのは非常にあのー、大切やっぱりリーグ戦で上に上がっていくには勝ち点3をいかに取っていくかというところだと思うのでそういった意味では。で 勝つというのはなかなか簡単ではないというのは本当にね、グランパスファンからしても本当に身にしみるほど分かっていることなので、この5戦で4勝しているというのは本当に素晴らしい成績、あのチームとしても非常に好調ということができるのではないのかなというふうに思います。で、まあ、そんな湘南ベルマーレ、並びは3 5 2ということで、で中盤もね、 アンカーを置いてインサイドハーフ2人という形なのでグランパスとは並びミラーゲームになるということが予想をされると。で、まあ明日の試合、グランパスからレンタル加入中の米本選手は契約により出場はできないというところではあるんですがまあ、それでもあの米本選手がスタメンに入っていない試合でも十分にね結果を出しているチームなので全く気は抜けないというところですね。ででさらに湘南で気をつけたい選手というとうまあ あのー、フォワード、まずは町野選手ですね、すでにリーグ戦8ゴールを決めているというところで、素晴らしいですね、得点ランク2位というところで、まあ、グランパスはマテウス選手の4得点というのが、あのー、チーム最高のスコアラーでということを考えるとね、本当にこうやってね、あの1人で得点を取れてしまうという選手はね、うらやましくも思いますし、やっぱりかなり脅威というところですね、ま,あ、まずはね、しっかりと抑えてほしいなと。 いう風に思います。で、まあ、あのー、順位が近い勝ち点差が迫っているという。ところで、大切なゲームというところは間違いないですし、やっぱり湘南との対戦というのはね。なかなか思い出深い試合も多く、どの試合もね。なかなか接戦あの競った試合になるというところがあると思います。まあ、それはね。ひとに湘南がよく走る。よく戦うチームだからだという風に思います。なので、やっぱりあのー。 明日ももねまああ気候もあってかなりあのー、タフなななゲームににるというふうに思いう思ますでなかなか90分走りきるというのは難しいと思うのでグランパスとしてもうまくねあのー、コントロールしながらあのー、マネジメントしながら戦っていくということになると思いますが、まあ、やっぱり局面局面ではねしっかりと戦って勝ち切ってほしいなという,ふうに思います。 はい、で、そんな名古屋グランパススタメン予想なんですがゴールキーパーランゲラックス選手ディフェンダー右から中谷選手、藤井選手丸山選手ウィングバック右に一田選手左に相馬選手アンカーはレオシルバ選手インサイドハーフ稲垣選手、仙洞選手ツートップはマテウス選手柿谷選手という11名を予想しましたで、グランパス、森下選手が出場停止です。で、ま 森下選手の右ウィングバックというのは、ね、ここまで不動とも言える状況だったので、ここに誰が入るのかというのが、まあ、明日のスタメンで言うと、かなり注目かな、というふうに思います。で、石田選手だけではなくて、内田選手も候補になってくるとは思います。で、まあ、あの、内田選手もね、あのー、徐々に出場機会を得て、あのー、いいプレーし,し始めているので、当然、あのー、内田選手の可能性も高いというふうに思いますし、まあ、内田選手はなかなか交代と。 で入るというよりはある程度あのプレー時間を与えた方があの良さを出せるようなプレーヤーとも思えるので内田選手の可能性が十分あるとは思うんですけど、まあ内田選手ね、ね、あのー、数試合前、あのー、スタメンで出てすぐ帰えられてということもありましたし、まあ、ちょっと期待も込めて。 石田選手、スタメン使ってもらえないかなというところで私は石田選手を予想しましたでその他のポジションについては正直、グランパス今怪我人、離脱者も多いのであまり変えようがないと言いますかねあ,のあまり大きくいじることができないいじらないんじゃないのかなというふうに予想をします、はい、で明日の試合の展望なんですが、まあ、グランパスリーグ戦、ここ3試合で 2敗1分けということでまあ、3試合で勝ち点が1つしか取れていないなかなか勝ち点が伸ばすことができずに下位、まあ、との差もどんどん詰まってきているという状況ですねで明日の試合も負けてしまうと湘南に順位をひっくり返されてしまうというところですねでまあ 明日アウェーゲームというところではあるんですけれども引き分け勝ち点1ではなくてな、ね、んとか勝ち点3を取りたい試合だというふうに思いますで、まあ、そうなってくるとやはり複数得点2点以上は取りたいというゲームなのかなという,ふうに思います。 でまあ、カップ戦ではそ,それなりに得点は取れているんですけれどもやっぱりカップ戦は別というところでリーグ戦ではなかなか複数得点取れていないというところですね、まあ、ただ、前節なんかを見るとチャンスは作れているので、まあ、最後、決めきるところですね、まあ、この差が大きいところではあるんですけれども、あのー、決めきってほしいなというふうに思います、まあ、前節、ね、稲垣選手だったりレオシルバ選手などの中盤の選手だったり両ウイングバックの選手にも得点機惜しいチャンスある あったのでまあただ内容はいいけど結果は出ないよねっていう試合が続き始めるとちょっとチームとしてはよろしくない何て言うんでしょう内容いいからあまり大きくいじることはできないのに結果が出ない状況が続いていくっていうのは結構あの厳しい状況では実はあると思うので内容がいい時にはやっぱり結果もねあの いい結果を出したいまあ毎試合いい内容でいい結果が出るということではないと思いますけれどもいい内容で結果が出ないという試合は続けたくないというところはあるので、まあすことねしっかりとチャンスを結果に結びつけて、あのー、勝利もぎ取ってほしいなというふうに 思いますでやっぱりねリーグも後半戦に入ってきて、まあ、前半戦はフォーメーションの変更だったりというところでなかなか難しい状況からあのチャンスが作れるというところまで来たことが喜ばしいという段階だったとは思うんですけどやっぱりもうやあの結果が求められるというかね結果を出していかなければならないような時期に入ってきていると思うのでしっかりとねチャンスを結果につなげていってほしいなというふうに思います。 でまああのそういう意味で言うとやっぱり稲垣選手だったりレオシルバ選手ですねあの得点期待したいなというふうに思いますレオシルバー選手もねかなり惜しいシュート花つし増えてきているように思いますしね1本入るとあのまた波に乗っていくのかなというふうに思いますあのこういった選手がねゴール前に入っていくシュートを打つシーンも増えてきたのでまあ いつかね得点生まれるとは思いますけれどもいつかと言っていたらじゃあいつなのっていう風になってしまうのでね明日ビシッと得点アシスト決めてほしいなという風に思いますであのー、複数得点取って菓子店さんを取ってあの名古屋に帰ってきてほしいなという風に思います明日もね本当に暑い中まあ19時5分とはいえまだまだ暑い中での試合になると思いますので厳しい試合にはなると思いますけれどもねチーム 一丸となって勝ち点3を奪ってほしいなというふうに思いますはいそんなところでサトンラジオ第515回今回はこのあたりで失礼したいと思います最後までご視聴いただきありがとうございましたそれでは失礼いたします